おはようございます。ドライトニュースの時間です。マインクラフトバージョン 1.20 のアップデートの名称が3月3日に発表するようです。こちらをご覧ください。マイクラの公式ツイッターでバージョン 1.20 のアップデートの名称を発表するとのツイートがありました。今まではワイルドアップデートや洞窟と崖といった名称がありましたが、バージョン 1.20 ではマイクラライブと同時の発表ではありませんでした。今回は新要素をすべて出してからの発表という形にしたようです。アップデート名称なしのまま行くかと思ったのですが、ついに名称が決まったようです。一体どのようなタイトルになるのか楽しみですね。発表は日本時間で3月3日金曜日午前1時とのことです。ひな祭りに発表っていうのもいいですね。YouTube ページでマインクラフトマンスリーのプレミアエピソードで見れるようです。そして今回のアップデート名称ですが、マイクラのツイートで画像があり、何やらシルエットになっています。もしこれがタイトルのシルエットなら、ここが引っ込んでいるのが気になりますね。自分の予想としては、ここに入るのは N の可能性がありそうですが、他にも K っていう可能性もありますね。これが K なら、今回のアップデートに関係がありそうな桜の K の可能性がありますね。あえて日本語のローマ字表記で入れるっていうのもありかと思います。そういうことで今回はワイルドアップデートやネザーアップデートみたいに〇〇アップデートという形の可能性は低いかと思います。過去の大型アップデート名称を見てみると、前回がワイルドアップデート、その前が洞窟と崖、その前がネザーアップデート、そしてビレッジ&ピレッジです。今のところ交互に来ているので、その通りなら〇〇バツバツって感じではないでしょうか。何かと何かって感じですね。そして今回のアップデート内容を見てラクダかなと思いました。なのでキャメル&桜って予想します。日本語ではラクダと桜って感じで、母音がすべて一緒なので何かいい感じですね。あくまでも予想です。画像でも文字の感じが K っぽいところ以外デコボコ感がないので、キャメルの文字もデコボコしてないので、ちょっとは可能性はあるかと思います。 M が怪しいですがね。とりあえず3月3日のひな祭りが楽しみですね。そして千葉版マインクラフトバージョン 1.19.4 のプレリリース2のアップデートが来ております。今回のアップデートは修正のアップデートです。それでは今回のアップデート内容を紹介いたします。まずはバージョン 1.20 の実験に関する内容で、桜のドアのブロックとアイテムや桜の苗木とピンクの花びら、チェスト付き桜ボートのテクスチャーの変更がありました。本当に微妙に変更した感じですね。桜のドアはわかりますが、他がどう変わったのか正直わからないですね。続いて鋭利の壺の上の部分の見た目が変わりました。以前はストレートでしたが、このように先端が膨らむようになりました。壺職人のこだわりが見れましたね。続いてその他の修正で、装填されたクロスボウを額縁に入れた時やドロップした時に装填されていないように見えていましたが、こちらが修正され装填した状態で見えるようになりました。こっちの方が正しいですよね。そしてボートやイカダに乗っている時に1ブロックの高さを登れてしまうバグがありましたが、こちらが修正されました。登れたら面白かったのに残念です。以上、Java 版マインクラフトバージョン 1.19.4 プレリリース2の主なアップデート内容でした。今回はちょっとした修正でしたが、バージョン 1.20 のアップデート名称の発表があるというのが一番でしたね。どんな名前になるのか、みんなも予想してみてはいかがでしょうか。他にも修正内容もありますが、細かいものは省きました。アップデート情報の記事は概要欄にありますので、そちらからご確認ください。それでは、良い一日を。